こんにちは、ペカちゃんです。今回なんですけども、クイズ4稲妻11全500問非公認検定ということでね、稲妻11のクイズアプリの方、今回やっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ俺、稲入れの動画を数多く出してる者にとって、まあこういうクイズ、まあ間違えたらあかんだろということでね、ちょっとまあクイズアプリの方、挑戦していきたいと思います。よろしくお願いします。こちらなんですけども、まあ、全500問あるんですけども、さすがに500問は、ちょっと動画時間がくっそ長くなるんで、まあ、ほどほどにやってきたなというふうに思います。はい。ファンマニアの皆さんにとってはきっとバイブルになると思います。ぜひ全問にチャレンジしてみてくださいということで、まあ、早速ね、やっていきたいと思います。こう、そうですね、まあ、じゃあ、稲妻11問題1からやっていきたいと思います。はい。吹雪四郎のポジションは、吹雪四郎のポジション。これね、なんか、引っ掛けな気もするんだよな。吹雪四郎は確かにフォワードなんだよ。ただ、吹雪四郎、まあ、敦也と四郎だったら四郎の方はディフェンダーになるんだよ。まあでもさすがにこれフォワードか。はい。勝丸の下の名前は、一郎太。うん。秋の携帯の色は、秋はね、まあ、リボンの色が緑だったから、携帯も緑だと思う。よーし。アフロディは何年生？アフロディ。アフロディはね、俺中2だった気がする。うん。ラストはカタール。カタールのミッドフィルダーに、口を黒い布で隠してるやつがいます。それは誰だ？知らねえよ！なもう。カタールに詳しいやつなんているのか、ほんとに。まあでも行きます。はい。ああ、正解だった。よーし。こういうね、運も大事になってくる。こういう問題は。豪炎寺の宝物は誓いのペンダント。よーし。やっぱり遠藤くんだ。どこ行くんだろう。気になる。え、何この問題。ちょっと待って、これ何この問題。え、なんか、いきなり、何これ。え、心理テストこれ。なんか、急に心理テストが始まったんだけど。やっぱり遠藤くんだ。どこ行くんだろう、気になる。ま、でも、とりあえず答えないとダメですからね。うん。ストーカーします。4は確かに、1は春日みたいですね。は？待って、意味がわからない、これ。しかし、スカートの裾が滑り台によってビリビリに、なんと思った。は？は？何これ？え、なんて答えれば正解なんだ、これ。まあ、これ、いきます。あ？ちょっと意味がわからない、ここら辺。サーフィンすごく上手でした。あ、これは多分、あれだ。津波だったらどういう答え方をするかっていう感じだろうね。まあでも、上だろ。津波だったら多分上だと思う。オッケー。壁山。まあこれは平五郎。よし。は？うん、これ女性向けのクイズですか、これ。くす。どうしたの、かわいいな。何言ってんのよ、これいいんじゃない？よし。なんかね、まともな問題はまともな問題なんだけど、意味がわからない問題が複数含まれております、これ。まあ、稲妻ブレイク、これは。よし。潜ろっか。は？は？何が稲妻イレブン向けのクイズだ、これ。なんだ、これ。ほんとに。火。スノーエンジェル。これは風、吹雪。よし。やっぱり吹雪くんだった。なんで声をかける？ヤッホー、吹雪くん。私的にはとかどうでもいい、こんなの。うん。昼休みサッカーするから来いよ。コクンと。元気だと思わせといてのちょっと苦手を入れたらキュンって来ない。来ねえよ。連れて来られたのは公園ラブホ人気のない。ね、何これ。2はな、違えた。まあ。テレペガは、選択肢だったら絶対ラブホ選ぶ。はい。ヒデ中田の本名は、な、急にまともに戻るんだよ。急にまともに戻るの。え、これ中田秀俊。よし。攻めと受けって意味わかる。ああ、なるほど。なるほど。そういう路線ね。そういう路線なんだ、このクイズ。まあ、わかるっちゃわかる。うん。ああ、なんかいきなりなんか言葉が堅苦しくなった。はい。Wii 対応ソフトだ、これ、多分。うん。稲妻イレブンブレイク。あ、そんなソフトも、なんか、企画されてましたね。これ、稲妻イレブンブレイクが、イナストになったんだよ、これ。まあ、これ、Wii です。よし。
ここ気持ちいいんだね。どす。な、ど下ネタに走るのやめろ、ど下ネタに。うん。俺確かに普段下ネタ言ってるかもしんないけど、うん、これ初見さんドン引きだから。これ上。1ですか2。何が1ですか2だ。うん、あ、これ待たせたな。うん、初めに待たせたな。これかな。よし。風丸は何レベルになったら炎の風緑を覚えるでしょうか。え、これ何レベルなんだろう。45。よーし。風丸夏美ちゃんの、確か風丸夏美ちゃんじゃねえ。あ、ライモン夏美ちゃんの目の色は赤色。え、赤じゃないのこれ。まあいいや、まあいいやじゃないわ。その後佐久間くんがは？ちょっとまあ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 、まあ、濃厚なキスをしながら服を脱がしてきた。はいはいはい。あなた新しいの作ります。リクエストしてもらえますか。俺正直なこと言っていい？何も言えないこれ。何も言えない。不正解じゃねえよ。